みなさんこんにちは、ジュガメですキヨです、アオイです。せーの、ガムちゃんです。2人です。2人で、何ですかこれ。今日なんと、サシトークです。サシトーク、イエス、サシトーク。サシトーク来ました。今のガムのことだったり、昔話だったり、語ろうぜ。語らないよ。まあ、料理もね、ちょっと届いてますだからね。2人で、なかなかないご飯ないよね。行き当たりばったりでしょ、飯食わないっす。いや、そう。いや、ないよ。他のグループどうなんかな。行く子は行くやろね。遠征行ってても、うん、遠征行ったってもまあコンビニでいいやんとか。そうそうそう。あ、最後そんなんあった、いつあってか覚えてないんですけど。5人で飯行ったってあんまないんだよ。うん、食べますか。はい、いただきます。いただきます。いただきます。何、ちょっとこっぱずかしいね。確かに、うん、そんな何込み入った話もないやん。だっていつも何でも喋ってるからね、うん、昔話、昔話ってなればあるけど、うん、昔話も大概いろんなところでしてきとるから。だから今日は昔話しようか、うん、するんかい、うん、するんかい、うん、するんかい。今の知り合い流れだって、うん、王道のとこから行けばもう8年ですかっていう。うん、確かに。あっという、もう8年一緒にいるわけですか。ちょっと待って、うん、美味しくて、あの、うん、こっちに集中したら今わかるわかる、普通にちょっと食べてしまう。8年も一緒にいる感覚ないですか。結成ぐらいの時に先が見えてなかったわけ。何も見えない。もうどうなるかもわからんし、どうありたいかもなんか漠然として、うん、でもすごいなと思う、ここに来て8年経って一緒にちゃんといるのだけで、いろんな、やっぱこの業界に来ていろんな周りのグループとか知ったり、うん、普通はこうだとかっていうことを知った上で、うん、8年間こうやってメンバー変わらずやっとるのはすごいなと、うん、小学校6年間以上いるわけじゃん。いや、そうや。そうだ、すごい。奇跡の多分5人や。確かに。いや、本当にこれだって人違ったらもう抜けたり、ね、抜けたり喧嘩して、うん、とかいろいろそういうグループも身近でもおったわけよ、うん、まあ、コロナとかあったり経て、うん、でも続けれませんでしたとか。コロナは乗り越えれたんですか。だいぶでかい。すごいよ。コロナでみんなバタ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 解散してたし、うん、続けさせてくれたっていうのは、うん、会社もそうやし、応援してくれてるみんなもそうやし、それが俺らを支えてくれた。これをまた乗り越えたから、またこの一丸となっての、うん、強くなってる、ね、そういうバックボーンがね、どんどん年数経てば経つほど、それが自信に繋がったりします。そうそう、うん、第一印象とか覚えてます。初回は行く、お互いの。俺どんなイメージでした、イメージで言ったら、うん、もう都会の子って感じ。本当雰囲気変わったもんね。変わったっす。でもその時もうちょっとこうグッて、うん、グッとした。心まだ許せてなかった。いや、まあね、逆に多分俺とか誠一の印象は悪いんじゃないかなと思う、うん、怖かったんじゃないかなと思う。俺それ誠一君に言ったんだよ。めちゃくちゃ怖かったっすね。ありがとう。なのでそんなことないよってずっと否定してるんですけど、マジで怖かった。いや、ありがとう。今の俺らが会うのとまた違うから。全然違う。その時の今とみんな変わったじゃないですか、うん、多少は、うん、やっぱ初期の方がみんなちょっとトゲあったというか、トゲあったね、うん、だからみんな丸くなったなって思いますよ、うん、確かに確かに。無意識に多分ね、うん、そういう感じやってるね。とがってた。でも青井くんが一番、あ、うん、この人大丈夫な人やって、だって何か早かった大丈夫な人やったかな。いや、誠一くんは碇玄道だったんで、本当に腕が上手い子だったんで。いつやろな、一気にでもなんか普通に仲良くなってたような気するけど。だって俺、それから石川県引っ越しましょうってなったの1ヶ月間で、うん、引っ越してくださいって言われて、何も家もまだない状態で引っ越したんですよ、うん、引っ越したっていうか分からんけど、うん、バッグ1個で、うん、出てきて赤色のね。そう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 覚えてるっすよ。どうしようってなって、とりあえず初日まだ家ないから、次の日から家住めるみたいな、うん、でも初日家ないから青井くんにちっと泊まってみたいな。ここで三浦大知の動画見ました見てた見てた。だから最初ご飯とかもね、うん、食べとったし、食ってるかとか連絡したりして、うん、いや最初の頃そうやったよ。で誠一んちとかにご飯のジャーを、あー、みんなでいろんなもの持ち寄ってね、うん、でスーパー行って安いなんか餃子いっぱい入ったやつ買って、うん、
一日で米炊いて食べようみたいな。だからその時の方がみんなで飯してるんですよ。いや確かに確かに今やそう、その反動やわ多分、うん、その反動で一緒にもう食べてないかもね。石川県と結構一緒に食ってたの。いや一緒に食べてた。よく考えたらご飯じゃとかお米わざわざ聖鎮寺まで歩いて持ってっとったわけよ、うん、持ってって、うん、それはまた楽しかったよ、ね、うん、みんなでご飯面白かった、うん、年数経て友達じゃなくて家族になった、うん、友達同士ご飯行こうよってあったかもしれない、うん、なんか多分そうやと家族になったら家族でどっかご飯行こうよって親に言わないで、うん、なんかあんま良くないんじゃないって思われちゃうかもしれんけど、うん、通り越えてね、ほんといろいろあったんですよ、昔俺ないとこだろうね、これちょっと納得できんなみたいなこともあって、うん、で、たかが俺らもう家族じゃないですか、それでそんなんなんすかみたいな話あって、たかってそう思ってるんや、うん、っていうのとか、そういうことを通して知るというか、面と向かって言うっていうより間接的にこう知るとか、うん、そういうのでみんなおのおの言わないけどみんなおのおの思っとることは一緒っていうのを感じながら、うん、だから普段そんな喋らんけど、うん、その根の部分でこうそういうのが分かっとるからっていう安心感っていうか、うん、なんで二人はまずこういうことをしようと思ったの？言わない！言ってくれよ、うん、二人がスタートの後じゃないですか、うん、だから誰も作った、うん、最初どういう気持ちでまずそういうグループ活動しようって思ったの？これね、まぁ、あ、ちょっと長くなるけど、うん、言わない！もともと言わない！言わないんかい、言わなかったんかい、こと細かくはでも言えんこともあるちゃったこと細かくは言えんこともある、うん、知ってたのは、うん、ほんと13歳くらい俺が13で、その時知っとったけど、うん、で、仲良くはなかった、本当に仲良くなったのは23ぐらい、結構時間経って、うん、そこに至るまでもいろんな偶然というか奇跡みたいなことがいっぱいあって、うん、街中でたまたま会って喋ったりとか、うん、次の週にはまたまた違うところでほんとたまたま会って、うん、おおみたいな、で、今何してんのとか言って、うん、あ、この高校しとるよとか言って、知り合いの自分の先輩の働いてるところに、じゃあ一緒に働こうやとか言って、働き出したのが22、23ぐらいの時で、そっからグッて仲良くなる、今の感じで、じゃあ一見違うけど同じ部分があるっていう、なんか不思議な、何、手繋いで帰ったこともあるし、そんなことあんのそんなことあんのそんなこともある、へー、赤裸々、まあ、割と近くに住んどった時もあるから、そう、そうそう、だって俺が石川県行った時も割と近かったもん、近かった、でも二人とも、うん、何かになりたかったよ、ずっとそういうなんかテレビ出る人、何かになりたいなと思い、大きくね、そうそうそう、漠然と、漠然と思いながらも、まあなれたらいいか、でもまあなれないか、でもなりたいなみたいな思いながら一緒に働いていって、うん、で毎年、まあ、年越しも一緒にして、そう、24やから、5やから、いやいやそろそろ、うん、って言いながら26歳、7歳、いやいやとか、まだ、まあとか言って、うん、どうしようもないこと言いながら、うん、27の時にその当時の石川県の俳優学校の養成所みたいな、うん、人から成人の後に連絡が Facebook か、Facebook 懐かしい、そう、その時これはもう騙されたと思って、これが最後のチャンス、ちょっと行ってみようって言って、うん、2人で行ったのが始まり、そこの社長さんがある日ちょっと知り合いで立つよっていう、うん、シンガーの人おるから明日見に来るからって言われて、で次の日にそのレッスンに行って、そしたらロスって言って達也さんの翼さん初めてのそう対面で、俺と誠一はエチュードって言ってアドリブでお題が決まったものに対してなんか演技するみたいな練習しとって、でまあ そこは今と変わるふざけたことをやっとったら達也さんも笑って言って、で翼さんはこうやって一個も笑わんです、うん、1ミリもそのロボットやねそのレッスン終わった後に、はい、達也さんとかと実は、まあ、ダンスボーカルグループみたいなのやりたくてみたいな、いや俺はもう俳優になりたいかって言ったらそういうわけでもなかったから、漠然と何かになりたいっていうのがあって、まあ、ダンスボーカルいいっすねってなって、その人数、まあ、6
5人か7人かちょっと集まったらやりたいなと思うけどどうみたいな言われて、やりますみたいな、もう即答して、じゃあメンバー集めようかってなって探し始めて、なるほど、そうそうそう、うわ、これ喋ったってすごいわ、こんな何十分で収まらん、うん、この8年間まだ序章、うん、ガム第1話、うん、序章じゃあもうこれこそシーズン8ぐらいまで、うん、あるよこれ。いや、そう思ったら本当に本にできると思う。なんか嘘やろっていうようなことのつながった連続で出来上がってる今があるから、もう生い立ちから話したらそんな、うんうん、もうそうやね、おのおの多分この5人が集まるまでの話とかエピソードゼロやね、エピソードゼロがあったとしたら、うん、マジでこれドラマやんっていうことが多い。なんか運命的なものとか、なんかいろんなことを、まあ、信じないタイプではあったけど、うん、今となるとそういうことを知ると運命以外の何者でもないなみたいな、他の言葉が合わないですもんね、うん、そういう奇跡を経験してるからこれからもそういう奇跡が起きるんじゃないかって思って活動できる、うん、根拠ないでも自信はあったっていう、でもそれがすごい大事やなっていうのは、で何もやったことなかったの、うん、その歌もダンスも間違いない、珍しいっすよね、完全ど素人の方に集まった、一歩踏み出してそこを信じて行った時にちゃんと見えるものがあるよっていうのを体現していける自分たちなんだっていう強みをすごい感じて、こんなんやったわけやん、もう、うんうん、どういう人生やったわけやん、なんかもう、うん、でも何か人に伝えれるようになることができるっていう勇気というかきっかけというか、もう諦めないでっていうことを言える、ダメなこととかもいっぱいあった人生やけど、そんなやつでも今こうやってみんなの前立ってるよっていう、なれるんだよっていう、閉じ込めないでほしい、俺らも昔はそうだったよって言いたいし、うん、まだこれから俺らもさらに変わっていくと思う、うん、みんなも変われるチャンスがたくさんあるんだよ、人によってやっぱ自分が思う限界があったりとか、うん、いろんな壁とか、うん、まだまだじゃんって思えるようになるきっかけのグループでもあると思う、うん、本当に俺らなりの方法で勇気をみんなに与え続けない、結構赤裸々に語ったっす、何をなんかでもまあこうやってね、うん、8年やってこれてまだまだこんなことしたいとかこんなことできてない、うん、あるねっていうものがたくさんあって、自分たち次第でそれができるんじゃないかっていう希望と、その環境に折れるっていうこと、うん、で何よりやっぱ俺らを支えてくれてるみんなもそうやし、メンバーも会社もそうやけど、見てくれてる人、応援してくれてる人がいないとやりたいことっていうのもね、みんなに見せたいことも伝えたいことも、そのすべがなくなってしまう、みんながいない、自分らのためでもあるかもしれんけど、みんなのね、みんなのそれでこうなったよ、うん、聞きたい、ガムのことを応援してくれてた人が、うん、結婚してもその旦那さんと来てくれてたりとか、うん、それ嬉しいね、結婚なんて人生でも一回でもしないものを、会場にガムチュールの場所を選びました。わあ嬉しいね、まあ、そういうの聞くだけでもすごい力になるし、誰かの何かになりたいっていう、そう背中を押せるような、うん、みんなの活力になるような、うん、みんなも期待してほしいし、俺らはみんなをねより応援しててよかったなって思わせてもらえるようにっていうところの楽しみもある、うん、みんなをもっと笑わしたいとか、みんなもっと感動させたいとか、そのために俺らも日々精進してこんな感じかな。いっぱいあるね、うん、そう思ったら、うん、ちょっとピンポイントなところらへんしか喋ってない感じやん、喋ってない、ちょっとほんのちょっと触り喋ったぐらい、うん、なんか本にした方がいいんじゃない、一回なんかおのおのとガム編とか、確かに、でそれを読んだ上でガム編を読んで、あ、繋がった、うん、あ、この企業がこうなって、うん、ガムになってこうなんだとか、そのドラマも作りたいし、うん、確かに、いずれその役者さんも子供の、うん、やりたいね、うん、見たいわ、俺また一個夢です、うん、俺それ一個夢、うん、俺そのドラマ作りたい、いいね、ぜひ、させてくれる方、お便り待ってます、お便りコメントしてくださいまたここが良かったよとか、この話もっと聞きたいなっていうところとか、コメントとかもバンバンください、あと誰の辺が見たいとか、誰と誰の、うん、そうね、2じゃなくて3でも面白いし、冊子じゃなくて、よかったらコメントの方もどしどしください。このチャンネルが面白いと思った方はチャンネル登録、グッドグッド、グッドグッドもコメントも切り抜きもお願いします。お待ちしてます。以上、
支援頑張りました。バイバイ。これ初めてグッドグッドって言ったもうグッドボタンが本来なのにグッドグッドが締め付きすぎてグッドグッドが普通やと思ってしまった。なんだそのビッグフットみたいな青春のせいや。聞いてるか見てるか